あなたをガールズガールズのように輝かせてみたいの。私が育てるチームで。ガルガクスラッキースターズはオアストにて毎日放送中。絶対見てね。次回のクエストはヒメニアを取り戻せ。いよいよクラリスと対決だね。絶対ヒメニアを取り戻そう。でもどうしたらクラリスを止められるの？みんなファントミラージメモリーを使おう。見えないところ紹介します。次回もみんなでゲームスタートにゃん。キラパワ通信ファントムトリック。今日は憧れの大先輩ファントミダイヤセイラちゃんとの共演シーン。セイラちゃん、久しぶりのドラマ撮影どうですか？セイラとして今までを振り返る感じが出せないといけないので見返したりちょっとしてきました。役作りのためにしっかりお勉強して撮影に挑んでいるセイラちゃん。先輩ガールズ選手を前にほのかちゃんも嬉しそう。セイラちゃんの演技どうですか？テストやって本番やって1回目で終わっちゃう時とかあってすごいなって思いました。ファントミの振り付けを直接教えてもらったり演技のアドバイスをもらったり、セイラちゃんからたくさんの刺激をもらいました。今日一日撮影終わったんですけど楽しかったです。ファントミの武器とかファントミの決め技とかを使っているのでそこが見どころだったかなと思います。ガールズ選手としてまた一歩成長できたほのかちゃんでした。